豆だぬきポケモンはいるけど、もっとこうポンポコなタヌキは出せんのかのう。リアルのタヌキって案外お腹が白くもでっぷりもしてないし金、間もでかくないな。つまりこういうのをポケモンのデザインにしたやつ？熱い脂肪持ってそう。某作品モチーフパを組もうとした時にタヌキがいなくて頓挫した記憶。ジグザグマはタヌキよりアライグマ系なんだよね。進化するとそのグマ要素消えるし、おたちもちょっとタヌキモチーフ入ってない？リアルじゃないデフォルメよりのタヌキに似てる。名前的に元ネタはイタチなんだろうけど。日本昔話に出てくるようなバケダヌキポケモンは欲しい。頭の葉っぱ由来の草複合入ってそう。御三家予想に定期的にそういう草いる気がする。今回の DLC 北上で桃太郎モチーフだったし、純粋なタヌキ登場する、カチカチ山あたりだったらありそう。カチカチ山は山梨県天上山を舞台。多分上都関東境目白金山出身になりそう。実はカチカチ山は100冊以上の本があって内容が微妙に異なるからどう落とし込みが楽しみでもある。デフォルメ化されたタヌキってあちこち溢れてるから、ゲイフリたちの開発陣営がどう差別化図るのか気になるかも。一番ありえそうなのがイルカマンのケースかな？普段はデフォカはタヌキで一定条件で姿が変わるやつ。日本アジアロシアに生息してるけど、世界的にはタヌキは珍しい生き物。幻ポケモンなる可能性はあるかも。タヌキは世界的には珍獣の類だから信楽焼きみたいなのを出しても、日本人以外だとピンとこない人の方が多くなっちゃうのはありそう。キツネはあれ見た目は違いど割とどこにでもいるから話が違うし。海外では現実に存在しない幻獣だと思ってる人も結構いるらしいからな。順伝以上のポジションになるのも面白そう。嘘かまことか、海外で一番有名なタヌキがマリオの変身なので任天堂の創作だと思っている人が一部いるらしい。キツネはいっぱいいるのにタヌキはなぜかいない不思議だね。キツネは、大きな三角耳、尖った鼻、釣り目みたいに多くの人がキツネと言われて想像する特徴が一致するけど、タヌキは、タヌキと言ったらこれ、な要素がないから落とし込みづらいのかな。上で言われているようにリアルタヌキと創作タヌキでも全然違うし、リアルで見るとほぼほぼ犬なんだよなタヌキ。アライグマのしましま太しっぽみたいなわかりやすいキャラ付けがないし、妖怪要素とか化けるイメージとか希少性とかで勝負するべきか。変なジグザグマいるんよから始まるストーリーとか面白いそう。普段はジグザグマ紛れてる生態とか、尻尾がタヌキ尻尾になってるとかで判別できそう。ゾロアみたいに条件付きで元の姿に戻るみたいな。風系統の技とかで頭の葉っぱ飛ばしちゃうとか、ブンブクチャガマみたいに炎技でも解除できそう。ブンブクチャガマをモチーフにしたノーマル炎タイプのタヌキポケモンだそうぜ。草子さん家か序盤ノーマル枠でくれ。変身を覚えてほしいけど、ゾロアも変身は覚えないし、イリュージョンかそれの亜種みたいな特性でやっとかな。雪女の雪目の子や天狗のダーテングが出せるならタヌキもいけそうだけどな。認知度が低いならチャデスみたいに何かエピソードつけてムービー作ろうぜ。タヌキに飢えすぎてオーガポンに期待してしまった人は一定数いる、確信。ソースは自分。オーガポンはオーガポンで可愛かったけど、持たせる葉っぱで違う姿にフォルムチェンジするとか、普段はノーマル草複合で草部分が変わる。ジャガマフォルムで鋼、焼き物フォルムで地面、幻獣フォルムでフェアリー、みたいな。翼もないのに空を飛ぶを覚えそう。ゴーストついて犬神屏風的な感じに進化しそう。あの世界の SNS ではじいちゃんが山でイワンコを拾ったと言い張るという書き込みと首輪をつけられたジグザグマの画像があったりするのかな。